出入管理庁は、復帰前の沖縄において出入域管理、外国人登録という外国人関連の行政事務を管轄した琉球政府法務局の外局である。琉球政府発足当初、出入域管理事務は琉球警察が所管していたが、1961年に法務局へ移管され、外局の出入管理部となった。 そして1965年に出入管理庁と解消した。出入域管理事務そのものは琉球政府が所管していたが、根拠法令は米国民政府が制定した琉球列島、出入管理令や琉球住民の渡航管理であり、実際に出入域の可否を決めるのは米国民政府であった。そのため、復帰運動の運動家が出入域できない事例が頻発するなど、 恣意的な運用が批判された。復帰後は法務省の地方私文部局として那覇入国管理事務所に改組された。出入管理庁の組織は以下の通りである。1971年の出入域者数である1971年12月31日時点の在留登録者数である。本土、沖縄渡公用の身分証明書米国民。 政府発行の入域許可証琉球政府の入域スタンプ、琉球政府の出入スタンプアメリカ世政権下の沖縄へ行くには海外渡航並みの手続きが必要であった。ここでは当時の渡航手続きについて記述する。本席地、または現住所の都道府県の窓口で申請した。窓口で申請するには以下の書類が必要であった。 身分証明書発給申請書2通住民票の、東本歌証本1通申請者本人の顔写真2枚、入域許可申請書3通これらの書類を提出すると、1から3は総理府、4は米国民政府に送られた。入域が許可されると総理府の身分証明書に、米国民政府の入域許可証が添付されて、都道府県窓口に送られて、申請者に交付された。 受領の際は委任状による代理人受領も可能であった。当時、沖縄に渡航するには、首都の免疫証明書が必要であった。保健所で首都を受けて、免疫証明書の交付を受けた。身分証明書を外貨両替を行っている銀行に提示すれば、500ドルの範囲内で交換ができた。トラベラーズチェックも利用できた。海外渡航と同じ扱いなので、 出発時刻の2時間前に港や空港に到着して荷物検査、税関、出国審査を済ませなければならなかった。到着すると免疫証明書の検査が行われた。出入管理庁のカウンターでは身分証明書に入域員が押され沖縄の出入域カードを提出した。その後税関にて荷物の検査が行われ無事済めば完了であった。 ありがとうございます。